皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。けすけです。今日はこの3人で、あの、噂の今あれって顔しましたね。そう、ね、あなたもお送りしますと、はい、あなたもスマホに監視されてるっていうね、はい、おちょっと気になることないですか。気になる。いや、これこの前のねエピソード192、うん、日本の未解決事件スペシャル現代の神隠し編、はい、これで最後の方に、うん、なんかスマホのカメラ、はい、これなんかいつも起動してて、でなんかそのデータを撮ってるみたいな、うん、そうそうそう、なんか、ね、音声をなんか常にこう録音しててとか、うん、なんかそういう話をしてたじゃない、うんうん、そう、はい、言ってたんですよ ね。それで、え、本当にと思って、はい、気になってちょっと調べてみたんですよね、うん、はい、そうしたらすごいことが、ほう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 、すごいことが出てきちゃったっていう。いや、実はあのコメント欄でもね、うん、かなり皆さん言ってましたからね。そう、うん、そうなんですよ。それは常識ですよみたいな、うん、そう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 、そう、ってなるじゃないですか、うんうんうん、でもね、これはもうぜひみんなに伝えなきゃいけないと思って。はい、すげえすげえ、なんかいつもと違う入り方だ今日、うん、そうでしょ、はい、いや、常識ですよっていうコメント来るんですよ。これは多分俺しか知らない情報だから、みんなに伝えなきゃいけないと思ってこれやることにしました。はいはい、楽しみですね、めっちゃ。本当ですか、はい、本当ですか。めちゃめちゃ楽しみ、うん、いいっすかね。今日は資料がいっぱいあるんで、はい、それ読みながらやっていこうかななんて思ってます、はいはい、ぜひお願いします、はい、もし、はい、スマホのカメラ、うん、PC、 パソコンについてるウェブカメラ、うん、こうアレクサ、シリとかはじめとする AI アシスタント、うん、こう電話とかメールの内容っていうのが、もし全て監視されてたらっていうことなんですよね。この話がもし自分だったらってことなんだよね。やべ、今日なんか、なんかキャラが、うん、関さんっぽい感じするんだよ、うん、ちょっとだよねとか、うん、パンドラの箱開いちゃったっすか。早く気づいた方がいいですか。はい、はい、どう思います。うん、まあ僕もその時のエピソード192の時に言ってると思うんですけど、さすがに全部監視されたるとかはないと思ってて、うん、で、まあ、AI とかの発展はあるんですけど、うん、それが全てを理解して、うん、俺僕一人っていう個人を全部把握されとるみたいなことが起こり得るのはまだまだ先なんじゃないかなっていう。なるほどね。俺はなんかサイコパスアニメの、うん、と似てて、うん、なんかそういうワードを全部記録されてるっていうか、うん、リアルタイムで監視されてて、うんうん、そういう例えば殺人をしますみたいな、うんうん、ワードとかで、うん、が出たらそこを記録するみたいな、あ、ドライブレコーダーみたいな感じで、うんうんうん、なのかなと思ってました。あ、なるほどね、うん、そうかそうか。さすがに全部だとすげえ膨大なデータ量になるじゃないですか。そうだよね、多分効率よくやるんだったらそれかなっていう。うん、なるほど。まあ、でもあるんじゃないかみたいな。あの、絶対あると思ってますね。ああ、そうなんだね。はい、僕まだ半信半疑みたいな。半信半疑みたいな、うん、感じですね。そうということなんですけれども、こういうことがあり得る、うんうん、監視されてるということがあり得るんだよ。なんか都市伝説でね。うんうん、そういうのって陰謀論とか、はい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 、そういうので言われてたことなんですけど、うんうんうん、まあ、ある人物がそれが本当にありますっていうことを一般に発表した人物がいるということなんですよね。それが、エドワード・
エドワード・スノーデンという人ですね、うん、はい、この人の告発により今までこう陰謀論とかされてきた監視システムっていうのが、うん、そういうのはありますって、スタップ細胞はありますじゃないけど、うんうんうん、そういう監視システムがありますっていうことを発表した、はい、聞きますっていうのがあります。まずはこの、じゃあなんでその人知ってんのかって話じゃないですか、うんうんうんね、だからそのまずはエドワード・スノーデンの人となりというのから言ってみようかなと思っております。はい、スノーデンは1983年の6月21日生まれ、はい、現在36歳です、うん、はい、この人はアメリカの国家安全保障局、これから今後は NSA と略します、うん、および中央情報局 CIA ですね、うん、の元局員です。で2013年6月に香港でこれまで陰謀論とされてきた NSA による国際的監視網の実在を告発した。これはまあ X キースコアっていう名前のシステムが本当にあるんですっていうことを告発したんですよ、うん、今までも極秘だったんですけど、うん、でそれによってアメリカの司法当局により、香港政府に逮捕と引き渡しの要請が出されると、うん、身を追われるということになるんですけど、まあ、その辺が本当香港が、アメリカと引き渡してくださいって、スノーデンを引き渡してくださいってアメリカ言うんだけど、うんうんうん、そこに、犯罪者を、うん、引き渡すっていう国際的な条約みたいなものが取り交わされてない、うん、香港は、うんうん、はいはいはい、で、そこから、アメリカに身柄引き渡されることなくロシアに亡命します。ほう、まあ、敵国、うんうんうん、ね、まあ、なんで、まあ、保護してくれるみたいな、うんうんうん、で今はロシアの移民局から期限付きの滞在許可証が発行されてロシアに滞在中ですと、ほうほうほう、ロシアにの、まあ、どこにいるかは明かされてないけどロシアにいることはまあ間違いないと、うんうんうん、で今は、報道の自由財団っていうのの理事長をやってます。ほう、うん、でいろいろ講演、うん、ウェブカメラとかを使って、うんうん、ライブインタビューみたいなことをしてる、はいはい、そういう活動をして、まあ、いろいろなことを啓蒙してるっていう方なんですけど、あのね、この CIA とか NSA に、うん、勤めてた頃っていうのは、はい、20万ドル、当時20万ドルぐらいの給料をもらってた、まあ、日本円に換算すると2200万円、ほう、結構な高給取りというか、うんうんうん、お金に関しては何の問題もないぐらいもらってたけど、はい、それをその座を捨ててまで告発したかったっていう、うん、そっから本気度が伝わってきますよ。うん、しかもその一回香港でしたっけ、うん、に逃げて、そこはそれが、犯罪者を受け渡す契約がされてないとか、うんうん、でその後亡命国に逃げるみたいな、うん、もうちゃんとプランも立てて、うん、もう それを言ったことによって自分が消されるのを覚悟した上で散弾しとるみたいな、うん、決死の告発だったという、うん、これはすげえマジっぽい、マジっぽいよね、うん、だって CIA なんてめちゃやばいって言いますもんね、うん、その情報漏らした人には、うん、だからその映画とかドラマでしか見たことないですけど僕は、うんうんうん、そうで、このスノーデンは映画にもなってます、うん、あ、そうなんだ、はい、2017年に公開されたあのオリバーストーン監督で映画化されてます、うん、スノーデンの、まあ、反省というか、うんうん、これまでの反省を告発するまでみたいなのを映画化して、うんうん、まあ、それも、今回、見て臨んでます。お、はい、でさっきの国際的監視網っていう、はい、X キースコアっていうんだよっていうのを言ったんですけど、うんうん、これ聞いたことあります？僕は全然ない。ないですね、名前をもないですよね、私もこれ初めて聞いたんですよね、うん、で一応 X キースコアっていうのが国際的監視網、うん、でもう一個プリズムっていうそういうシステムがある、うん、でそのプリズムに
関してはアメリカの中での極秘の通信監視プログラム、これがマイクロソフトのソーシャルっていう、まあ、あのソフトがあるんだけど、はい、あと Google、Yahoo、Facebook、Apple、AOL、Skype、YouTube、あとはパルトークってこっちはあんまあの浸透してない、うんうんうん、合わせて9つのウェブサービスを対象にユーザーの電子メールや文章、写真、利用記録、通話など多岐にわたるメタ情報の収集を意図している。またクラウドストレージサービスのドロップボックスが、10個目の監視対象サービスとして追加されることが予定されていたっていう、うんうんうん、プリズムっていうそういう監視プログラムがあるっていうことも同時に発表してると。はい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 、うん、それまでは誰も知らなかった、なんかまことしやかに都市伝説みたいな感じで言われてた、はあはあ、あるんじゃないかみたいな、それがあるぞあるぞっていうことを告発した、うん、はいはいはい、まあスノーデンはアメリカの人なんで、はい、まあ、そういう話聞いてもまあ、いまいち、まあ、ピンとこないというか、まあ、アメリカの話でしょみたいな、うんうん、そう、そのスノーデンが本物で言ってることが本当かどうかは、うん、なんかまだわからないというか、うん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 、あんまりこうなんていうのか身近に感じないというか、まあアメリカの話だったら別にみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、これが日本にもこの監視システムっていうのが輸入されてるというか、はあ、使用されてるっていう話なんだよねまた出てきたちょくちょく出てくるなキムバーグが無関係ではないんですよって話なんですよ、はいはい、これを、裏付ける話をしますよ、はい、2016年日本の政府が米国の監視プロジェクトや監視技術に関与した疑惑が浮上したと。ほう。これはインターセプト日本支社、うん、これはねアメリカのネットメディアなんですけど、うんうん、そこの日本支社から情報を入手したっていうねことなんですけど、それによって日本の記者は当時の官房長官菅さん、菅さん、うんうんうんなど政府の高官や大臣にアプローチして、この文章は何を意味するのか、どう対応するのか、事実なのかということを、問い詰めたと。ほう、うん、そしたら何も答えず、その文章は信憑性に欠けると言ったんだけど、まあ、スノーデン曰く、うん、この回答は日本国民を侮辱していると。なぜなら米国政府はこの文章が偽物であるとは言ってない、回答しない姿勢は国の文化まで変えてしまう危険な行動だって言ってるんですよ。ほう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 、うん、で私たちはそんなことが、その文章というのが監視技術に関与したっていう疑惑が書かれた文章っていうのが発表されたっていうことを、まあ、知らない、うんうん、あんまり報道されてない、うんうんから知らないってことだと思うんですけど、うんうんまあ、それがなんでかっていうことをスノーデンは言ってるんですけど、はい、日本政府の行為を激しく報道すれば、政府が法律を犯すような行為をしたり、うん、スキャンダルに関与していたとしても編集長に電話がかかってきて何らかの圧力がかかり、政府当局がそのメディアの問い合わせには答えなくなったり、競合するライバル会社を優遇したりするわけですと。これは日本政府が仕組んだメディア戦略ですっていうことをスノーデンは言ってるんですよ。うんうんうん、なんとなくわかりますよね、うん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 、この、まあ、出し抜いたりこう日本の政府に、不利になるような報道をすると、うんうんまあ、これから毒ダネを流しませんよとか、うんうんうん、例えば、はいうん、そのね、そのメディアには冷たく当たるというか、はいうん、だから牽制してるというか、その情報は、うん、知ってるけどメディアが、まあ、マスコミは流さないと、まずなんとなくわかると思うんですよ、うんうん、でスノーデンはそれに関してこの国の文化まで変えてしまう危険な行動だっていうことを言うんですけど、うんうん、でも、まあ、これを
変えるには一つしか方法がありませんと。日本メディア全体が協力すること、うんうん、ライバル古い新しいは問わず協力することによって真実の追求が可能となりますっていうことを言ってんですよね。うん、まあ、そのメディアのあり方自体っていうのを、まあ、問うてるというか、うん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 、今すごく危険な状況だよっていうことをスノーデンは言ってると、うん、日本が日本が、うんうんうん、まあ、でもこれは日本のみならず、うん、他の国でも同じようなことを言ってるんですけど、うんうんうん、この他にもすいませんね、さっきは2016年だったんですけど、はい、2017年、はい、4月24日ですね、公開された13の文章ってのがあるんですよ、はい、うん、これもあまり知られてないですけど、日本当局が NSA と協力して通信傍受などの情報収集活動を行ってきたということを報じたんですよね、この13の文章で、はい、うん、NSA が日本の協力を見返りにインターネット上の電子メールなどを幅広く情報収集検索できる監視システムを提供したという、うん、これがさっき言った X キースコアっていうもんなんですよ、うん、だから日本とアメリカのそのシステムを、はい、日本もそのシステムを使うことができる、うんうん、取り入れてる、取り入れてる、うんうん、っていうことが書かれてた文章があると、うん、でこの X キースコアっていうのをもうちょっと詳しく説明しましょう、はい、非常に多くのシステムで構成された非常に複雑な技術システムですと、うん、それには一つの目的があると、あらゆる情報源から電子的な通信を収集すること、うん、無線コードレス電話衛星電話衛星インターネット地下インターネットなどの容量限界まで全ての電子情報を集めてしまうと、軍事基地や通信会社にある PC やサーバーを活用して空中の信号ケーブルを流れているあらゆる信号を集めることができる。今までスパイは一人一人を尾行するといった方法でしかなかったが、例えば盗聴器を仕掛けるとか、うんうんうん、プロバイダーに出向いてユーザー名を伝えてそのメールを見せてもらうみたいな、うん、でもこの X キスコアによってネット上の全ての情報が入手できる、24時間365日全ての信号を収集できる。例えば電話をかけるとさまざまなシステムを経由するその X キースコアが置かれたある一点を通過した瞬間全て記録され保存されると、はあはあ、それが X キースコアというシステムだと、うん、どうですか、実際にもう絶対にあるってことですか、これが。スノーデンはそう言ってます。おうわやだなやだな。なんかそれこそこれが本当にあるとして、うん、じゃ例えば僕が死んじゃった時に、うん、自分の携帯見られたくないから、うん、データ消してくれっつってやったけど、うん、俺の例えばその時の恋人がすごい著名人で、うん、旦那がどんな LINE ショットが見たいからっつって、うん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 、X キースコア使わせてくれっつって、うん、いいよってなる社会があったとしたら全部見られちゃいますもんね。全部見られちゃう、全部見られちゃう。そう、それはさっき言ったスマホのカメラだったりとか、うん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 、PC のカメラだったりとか、うん、うわ怖。そう、実際そのスノーデンの映画の中でも、はい、ちょっと自分がスノーデン自身がアメリカの政府に疑問を抱く、はい、そういうシーンがあって、それは何でかっていうとその敵国、うん、まあ、敵国って言い方は正しいかどうか分かんないけど、はい、まあ、スキャンダルをつかみたいみたいな国の、うんうん、高官、なんていう官僚みたいな人、はい、をなんかベロベロに酔わせて、はい、その人に飲酒運転させてそれを捕まえて弱みを握るみたいな、そういうちょっとこう卑劣な行為っていうのを、してるっていうことを気づいちゃって、はい、そのアメリカの政府自体に疑問を抱くみたいな、はい、そういうシーンがあったんですけど、はい、その時に、上司から言われるんだよね、君の、彼女、うんうん、君の彼女は
なんか知り合いのカメラマンとなんかメールしてなんかいい関係になろうとしてるけど、うん、それは知ってるのみたいな、うん、なんかそんなこと言われて、え、なんでなんでそんなこと言うのみたいな、うんうん、で、え、どういうことだろう、まあ、その時に、まあ、スノーデンは X キースコアの存在、プリズムの存在知ってたから、うん、はい、見られてるって、うん、その自分の恋人が見られてるって、だから家帰ってから、うん、もうそのウェブカメラのとこにテープを貼って見れなくしたりとか、うん、なんかその彼女とやり取りする時も暗号化したメールをこうやり取りとかして、うん、本当もう誰でもそこアクセスされちゃうっていうか、はあ、っていうシーンがあって、うん、うお、これ本当にあるんだみたいな。それこそ例えばアイドルのストーカーとかが、うん、そのシステムに気づいて、うん、まあ、ハッキングだったりなんだりで入り込めるようになっちゃったとして、うんうん、だからとんでもない社会になっちゃいますよね、うん、本当に、うん、そうなんですよ。でスノーデンが言うには NSA が最高機密の監視技術を日本政府に提供し、うん、同盟関係強化とデータ提供を取引するようなことも、そういうことも多くの国で行われていると。うん、イギリス、ドイツ、オーストラリア、カナダ、何らかの成果の見返りに個人情報がアメリカと取引されていますと。必要がないとの理由で国民に事実が知らされていませんと、うんうんうん、いうことを言ってるんですよ。ほう、言わなくてもいいじゃないって、うんうんうん、別にあえて言わなくてもいいでしょっていう理由から国民には知らされてないと。へえ、うん、スノーデンに、聞いてみたんですよね。日本の情報機関は X キースコアによって新たにどんなことができるのでしょうかと聞いてみると、スノーデンは答えます。日本国内では極めて異例な説明のつかない法改正が次々に進められていますと。はい、例えば2013年の特定秘密保護法が成立しました。うん、2017年には共謀罪が成立しました。と野党は反対してます。国民も支持してません。路上では抗議活動も起こりました。にもかかわらずなぜこれを成立させたのかと、うん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 、答えはアメリカが要求したからですと。大量監視の共謀に参加しより多くの役割を担うための条件だから、うん、重要なのはアメリカ政府からの信頼を高めること、うんうん、ということは、日本の法律をアメリカと同基準にしなければならないと、うんうん、でこれはアメリカとの交渉で収集した、日本国内で開発を進めてきた監視技術を活用するための法改正だと、うん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 、その法律があるから使えないっていうんだったらルールを変えて使えるようにしたらいいじゃないかっていうための法改正だってスノーデンは言うんですよ。うん、でも説明つくっすよね。説明つくっすよね。うん、なんかちょっと前のなんか共謀罪とか、うんうん、特定秘密保護法とか、うん、なんかワードに覚えがある。うん、覚えある。ね、でなんか抗議活動みたいなものをしてたのもなんとなくうっすら覚えてるみたいな。うん、でツイッターとかでもなんか反対意見めちゃめちゃあって、うん、そうそうあってとか。なのに通っておかしいみたいな。そう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 。うん、あった気がする。ね、うん。それはアメリカがそれを強要したからと。ほうほうほう。アメリカの信頼を得たいためにあえての法改正と。そういうことを言ってるんですよね。うん、まあ、この X キースコアを使うことによってこれまでは時間やお金のことが、制約があって犯罪者にしか焦点を当てることができませんでしたと。しかし今では技術を利用して誰でもどこでも監視することができると。特定のターゲットを絞らず全ての人の情報通信を傍受できると。で一応これが何のためのシステムなのかっていうことを一応ねこの存在を結局認めざるを得なかったんですよね。ほうほう、アメリカは、うんうん、でアメリカの政府は何のためのシステムかっていう問いに対しては普通の人々に対しては情報活動をすることもプライバシーと対峙するようなことでもないと、うん、
テロと戦い人々を安心させることができると、うんうん、このシステムは、はい、と言うでしょうと。しかし結果的にプライバシーをなくすことにつながりますと。これが日本アメリカ以外の国の政府でも収集することができる、全ての国でこういう技術を使える。伝統的に人権を守るとされてきた国でさえもこの技術を使って人権を侵害していますと。何千万人というプライバシーを侵害しているが誰も裁判所に訴えることはできません。なぜなら秘密裏に行われているから、そのシステムがあるっていうことも、うんうん、認めてるけど それを使って何をしているかっていうのは秘密裏に行われているから誰も訴えられないと、うん、だしそれを訴えられないように隠してる段階で法も作ってみたいな、うんうんうん、すげえなんかちゃんと作っとるというか、ほんとこうなんていうのかな、ほんと陰謀論めいた話、うん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 、だけどその元 CIA とか、うん、そういうそこにいたスノーデンがこうですよって、うんうん、暴露した。いやでももう無理だろうな、もうあるっすもんね、絶対あるっす、絶対あるっすもんね、うん、でもなんか考えればできそう、できそうっていうかあるだろうなっていうシステムですよね。まあまあまあ、まあ、できそうっていうか、スパイ活動をしとってその対個人に対してやっていくなんて効率悪すぎるじゃないですか、うんとそうだよね、予算もかかるし、うん、だったらもうそれやった方が早いなっていうのはすげえわかるっすね、うん、効率はいいっていう。これでマジで進んでったら本当にサイコパスの世界いきますよね。うん、なんか俺思うんすけど、まあ今ここまで聞いてっすよ、うんうんうん、なんかそれってまあそのネットの仕事してるじゃないですか、うん、よくお客さんに聞かれるんですけど、うん、ウイルスってどうしたらいいですかみたいな、ウイルス対策どうしましょうみたいなこと言われるんですけど、うんうん、一個人が、うん、を攻撃、情報抜かれちゃったらどうしようとか言うんですけど、うんうん、じゃあ例えば木村さんの情報を誰が抜くんですかっていう、わ、うん、かる風になるじゃないですか。ケイスケの情報って誰が抜くんすかみたいな、うん、まず抜いて得あるすかっていうとかあるじゃないですか、うんうん、なんで結局ウイルスも、まあ、そういう監視とはちょっと違うんですけど、うん、あれ自分で招き入れるんですよ、変なメールが来たとか、うん、そうだね、うん、だからなんかまあ監視されてても、うん、そこに自分監視対象にならないければ、うん、まあ、別になんかそんなに悪いっていうか、なんかそんな監視されてますよみたいなので、うん、うわどうしようどうしようってあんまなんないっていうか俺は、そう、現時点ではそうっすよね。そう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 、うんうん、そうだね、うん、そうそう。でもそれを調べようと思えば、うん、もうすぐに調べることは可能だと、うん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 、じゃあ逆にだったらもうそれを公にしてって、うん、あの犯罪者の、うん、犯罪意欲というか、うん、みたいなのをもう削いだ方が効果的なのになって、うん、でだからそうやって情報がどんどん出てって政府も認めてっていうのも多分これからは、ま、でもそこってすごく、うん、とその個人のプライバシーの問題と、うんうんうん、まあ、密接で、まあ、表裏一体というか、うんうん、それってじゃあ私たちの生活全て見られてるってことじゃんって、それは困るんだけどっていう人も、うんうん、まあ、きっといる、まあ、もちろんいますよね、うん、だからでもそれを黙らすためにも法もできてますからね。まあそう、うん、そうだね、うん、だったらもう言っちゃっていいのに、うん、そこは本当難しいというか、まあ、感情的な問題にもなってくる、そうですよね、だよね、そこっすよね、うん、なんか飛躍するものに対して全部その倫理っていうか、うん、そういうのが、そうそう、倫理観とつながってくるよね。その人体実験とかもそうじゃないですか、うんうんうん、多分人体実験を すごいやったら、うん、もっと技術は発展する、医療とかも発展するけど、うん、そこに倫理観があるから、うん、人体実験はダメだとか、うん、そういう風になってくるじゃないですか、うん、そこはどうしたらいいのかっていうところでもありますよね。
そうですね、でもじゃあ例えばだったらもうこのまま秘密裏にやっときゃよかったじゃないですか、うん、そうだよやっときゃよかったよ、うん、それをスノーデンが何かがあるから、うん、そのもっと今もまだ言ってないような、うん、このやばいことになるっていうのを察して言うことにしたわけじゃないですか、うん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 、だからもうやばいことになっていくのは決まってくるというか、うんうん、ああそうだそう、うん、そうそうなんですよ、そうだから、うん、なんかここで下手に隠したりとか、うんうん、まあ整ってないのかな、その全部公にするためのなんかが、うん、それは私たちの意識、うん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 、こういうシステムがあってでこういう風にされてるんだっていう、まあ、認知もまだ進んでないし、うん、だからさっきのスノーデンは、なんて、あ、ごめんなさい、報道の自由財団っていうのを、うんうんまあ、作って、あとその報道の在り方とか、うんうんうん、そういう、プライバシーに関する考え方とか、うんうんうん、そういうのを啓蒙してってるとか、みんなにこうなんだよっていうのを伝えてる。なんか俺それすらも陰謀に感じてきましたもん。おーおーおーおお、あの仕組まれたことでみたいな、 それをやらされてるみたいな、うんうん、そういう役を負わされてるみたいな、うんうんうん、なるほどね。なんかだってSIMカードとかもそうですもんね。SIMカード、なんか格安スマホとか、うんうん、格安SIMって結構出てるじゃないですか。あ、空港とかとかで売ってたりとか、うん、海外とか、うん、あれデータ情報収集しますって書いてありますからね、ちゃんと。ああそうなんだ、へえ。それを使っても裁く方もないんですよ別に。あ、それで収集したデータをどうかするみたいなのもないから、うんうん、別になんかそうやってデータ収集がされてるっていうのは結構もうなんか分かってるっていうか、うん、業者としては当たり前なのかなみたいな。うん、だって言ったら YouTube だってそうじゃないですか、うんうんうん、アナリティクスを俺たちが見れるっていうのは情報収集のあれじゃないですか、うん、であとその例えばまあ裏側を言うと違反、これは違反ですよっていう広告つきませんよみたいなのとかもあるじゃないですか、うん、まあそういう動画、そう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 、そういうのももうほんとここのこの一部だけ、うん、みたいなのとか、うん、一個一個人が審査しとるわけじゃなくてコンピューターで自動じゃないですか、うん、AI が、だからそういうなんか情報収集の技術っていうのはものすごいんだろうな、そうそう、どんどん上がってってるのはなんかすごい目に見えてわかるっていう、うん、その詳しい人はそれが普通だって思ってるけど、うん、それを知らない人は取り乱すっていう感じですよね。そうだね、うんうんうん、なんかだったら知らない方が幸せなんじゃないかなって思いますね。まあそうだね、それはもちろん、だからもともとそういうつもりで作ってたシステムだよね、うん、それをスノーデンが言っちゃったから、うんうん、まあでもそれは、まあ、人間らしく生きるためにそこを侵害されるのはどうかと思うみたいな、うん、そういう気持ちがあったんじゃないのかな、うん、知らなければ知らないままで、うん、まあ、幸せというか、うん、知らなくていいことっていうのもあるじゃんみたいな、うん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 、多分俺みたいな考えを植え付けるんでしょうねこれからは。そのなんていうんですか、別に自分対象じゃないから大丈夫でしょみたいな、さっき言ってた日本にそんなんあると思うって言ったらもうあるじゃないですか、うん、だからそういう多分感覚っていうか、日本にはないでしょみたいな感覚をどんどん植え付けてくるんですよね多分、うん、あ、まあ、対策としてそうなのかな。なんかその別に取られてる分にはいいんですけど、うん、例えばそれが悪用されるみたいなのがそれのせいみたいになっちゃうじゃないですか、うんうん、なんか、うんうん、そうだね、うん、それを防ぐために、ま、でこうやってスノーデンが言っちゃったからには、うん、それこそ、こういうものでこうだよっつって、うん、でそれを悪用されることはありませんっていうのを証明してほしいですね、うんうん、どちらかといえば。なるほどね、うん、隠されるより、まあ、だって知ってるやつがリークして、うん、都市伝説みたいになって、うん、ちょこちょこ慌てふためくみたいなことは起きるじゃないですか絶対、うん、それが嘘か本当かは分からん状態でも、うん、でなんか監視されとるだみたいな、うん、で多分そのせいだってなるような、うん、それをなくすためにもうここまで来たなら、うん、全部発表してもらいたい、大丈夫だよっていう、うん、あ、それはでもさっきのアメリカの政府が普通の人々に対して諜報活動することでも、プライバシー侵害することでもないと、テロと戦い人々を安心させることだから大丈夫だよってアメリカは
発表してると。そのデータをパクられるっていうか他に見られる可能性がないみたいな、っていうのを作り上げてほしいなって思う。あ、完璧なセキュリティシステムを作れっていう、いうことでしょ、うん、を作ったよっていう、そう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 、なんか証みたいなものが欲しいっていう、うん、あ、まあそうだね、難しいだろうね。まあでもそこは本当ね、なんかいたちごっこみたいな、さっきのウイルスの話じゃないけどさ、ね、いたちごっこみたいなとこあるからさ、そうで、あと、まあ、それに付随するというか、要するに全ての情報が手に入るっていうことは、その、パソコンを、まあ、ある意味ハッキングしてるみたいな状態になるってことじゃないですか。まあその、まあ、通信会社とかも一応セキュリティをこう作ってやってることじゃない、今までこのね、インターネットも含めてさ、でもそれでもそうやってX キースコアのようなシステムが入り込んで情報を収集できるっていうことは、まあハッキングできるっていうことだと思うんだけど、とね、これね、シャドーブローカーズっていう集団、これが、発信源と言われている。このシャドーブローカーズっていうのは、NSA の内通者じゃないかって言われてる、発信源なんだけど、その NSA がハッキングしたコンピューターのリストを公表したんですよ、このシャドーブローカーズが。ほう、その中には日本の IP アドレスもあったと。ほう、大学のような、教育機関も含まれていると。だから基本的にはあらゆる国の重要インフラが NSA によってハッキングされていると言ってもいいと言ってる。ハッキングされてるっていうことはもう何かボタン一つで例えば電気を止めるとか、ガスを止める、水道を止める、インターネットを止めるとか、そういうことができる状態であるっていうことなんですよね。はいはいはい、まあ、そういう意味でこうアメリカが優位に優位に立ちたいみたいな。まあまあでしょうね、だって第二次世界大戦はその核とかの戦争だったじゃないですか、第三次が起こるんだったら情報戦争だって言いますもんね、もうそれは完全にもう日本はもう後手後手に回ってるっていうね。でもなんかいろんな機器は Wi-Fi を通したりだとか、でネットがないとっていう機器になってきてるじゃないですか。なってます、もう本当にあの映画の中でも日本が停電してくみたいなさ、九州の方からだん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 暗くなっていくみたいなさ、なんかそういう表現があったりとか、もう本当にできるんだよみたいな、こんなことだってボタン一つでできるんだよみたいなさ、実はそういう世の中なんだよっていうことをね、言ってんすよね。気づかされたな、今まで全く意識してなかったっすね。ねえ、これ結構私はね、本当この動画を見て、このスノーデンが喋ってる動画を見て、こんななってんだと、自分のこう情報不足加減というか、情報収集能力のなさに、わあちょっとこれはまずかったなと。もうスノーデンの喋ってる動画が YouTube とかで見れるんですか？これがね見れます、へー、これはですね、アワープラネット TV っていう非営利の独立メディア、これは企業や行政からの広告収入を一切受けてない、制作に関わる費用はすべて応援してくださる個人の寄付や会費によって支えられているっていう、こう例えば新聞社でも、その新聞に広告を載せることによって、発行できる収入を得る、ってことはその広告を載せるところが、いやちょっとここをこうしてくださいよって言ったら言うことを聞かないといけない、要するに広告を出す会社にコントロールされる可能性がある、まあ、もちろん新聞だけじゃなくてテレビもそうなんだけど、このメディアはそういうのがない独立メディアですと、非営利の独立メディアです、寄付や会費によって支えられてるってことはスポンサーによってどうこうされるっていうことはない、真実を伝えるっていうメディア、ここがね2017年に公開した動画があって、デジタル時代の監視とプライバシー
っていう、うん、動画ですね、スノーデンのライブインタビュー、うんうん、これのノーカット版っていうのがあって、これリンク貼っときますね、はい、うん、これで字幕付きでインタビューの動画があります、うんうん、まあ、私が言ったことっていうのはここから抜粋して、はいはい、まあ、噛み砕いて説明したっていうことなんですけど、まあ、ぜひね見てもらいたいですね、ちょっと見てみたいですね、うんうん、まあ、本当に本人が喋ってるのを見るとよりね危機感を感じるというか、こんななってたんだっていうのをね知らされるという、うんうん、今まさにそんな感じですね、え、はい、なんかそれを見て危機って感じる、うんうん、うん、危機っていうか、もう別に僕は何も変わらないですけど、うん、そうなんだっていう、うん、まあそうだね、うん、そうなんだって、別に何かできるわけじゃないですから、うん、だからといって、うん、でもなんか都市伝説みたいな話じゃないですか、そうだね、うん、それが本当だったっていう、うん、嬉しみかな、どちらかというと、うん、そうかそうかそうか、まあなんていうのかな、特に別に悪いことしてないから監視されても大丈夫だよっていう考え方もあるけど、うんうん、まあ、なんかこうさ安心して暮らすみたいな、うんうん、そういうとこから考えると、んちょっとクエスチョンかなみたいな、うん、それなら、それができるなら、うん、例えば、うん、ストーカーが殺害しちゃうとか、うんうん、もっと安全になってもいいじゃないかってことだよね、うん、あ、それはあるっすね、あるよね、なんか安全のために使えればね、うんうん、いいかなとは思うっすね、それは事前に防いだりみたいな、うん、それこそサイコパスみたいな話みたいな、うんうんうん、そうっす、本当に、うん、犯してから捕まえるのか、うん、罪を犯す前に捕まえるのかみたいな話になってくるところでしょ、うんうんうん、そう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 、それほんとそこってさ、今後そうなってくよね、うん、なってくっすね、だけどそう思っとるだけでそうじゃないっていうのも、まあ、サイコパスもそうですけど、うんうん、ただその指数が強いだけで、うん、捕まえちゃうのかっていうところ、まだ罪を犯してない人間を捕まえるのかっていうところだよね、うんうん、ぶつかってくるですよね、その人の生活だってあるし、できます、ただそういうこと言っとると、実際犯して罪を、うん、ほらそうじゃん見たことかっていう ね、 ね、そういう人もいるじゃないですか、いますね、難しいところではあるですよね、本当に、本当にね、まあまあこういう、まあまあ私たち一人一人がねこうできることなんていうのはさ、うんうんうん、本当に小さなことなんですけど、まあでもこういう事実があるっていうことを知って、まあ、今後生活していくのか、まあ、知らなくって生活してるのかでは多少なりともねちょっと考え方が変わってくるかなって、今どんぐらいの、うん、どんぐらいのスパンっていうか、どんぐらいの近さにいるのかが気になるんですね、その情報をが、うん、なんて言ったらいいんですかね、例えばじゃあ世に発信されます、うん、だけどそれって実はそのもうその官僚たちでは、うん、もう何年も前の話だよみたいな、うん、それがどんぐらいの近さにいるのかっていうか、うんうん、この末端に情報が降りてくるまでに、うん、どんぐらいの間が空いてんのかっていうのも気になるところですけどね、何の情報だ、例えばじゃあそのスノーデンが告発したから俺たちも知れたじゃないですか、うん、だけどその話なんて、うん、もう結構前にあったんだよみたいなのを官僚たちは知ってるわけじゃないですか、うん、だからその末端はどのぐらいのスパンで、うん、そのだから今官僚たちが知ってる情報と俺らの距離みたいな、うん、そうそうそう、その官僚たちが今知ってる情報を俺らは何年後に末端に降りてくるのかなみたいな、うん、あ、うん、そういうことか、うん、あ、今そんなこと言ってんだね末端はみたいな感じになるじゃないですか、そうだね、今更みたいな、まあそうだね、それが例えば YouTube とかができて、うん、Twitter ができてとか SNS ができて、うん、どんぐらいそれが縮まったのかなっていうのをも気になりますし、そうだ、まあ、まあそれあれだよね、うん、このことに限らず、ね、限らず限らず、はい、うんうんうん、そういう、トップシークレットみたいなことがね、そう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 、まあそれこそあれじゃないの、うん、まあ、この件はたまたまさスノーデンが告発したからさ、そう、分かったけど、うん、
と、まあ、それこそさっき言った別に知らなくてもいいことだから言わないみたいなさ、そういう感じなんだろうね多分ね、うん、だから知らないことはいっぱいある、と思いますよ、まあ、それがなんていう、まあ、一部の人の利益になるから知らされてないっていうのだとちょっとずるいじゃんみたいな、まあでも十分それになり得るじゃない、ね、今話したこと、ね、今話したことっていうのは十分それになり得ちゃうから、うん、まあ、そういう意味でもやっぱりまあ、考え直してみるっていうわけじゃないけど、まあ、そういうのをなんか気持ちにこう留めとくというか、なんかそういうのもいいのかなって、実際それが公になってもっとこう、自分に影響を受けるようになってきた時の、あの動揺は減りますよね、そうだね、かつ対処の速さっていうのにもつながってくるよね、というまあ話でしたと、なんか映画見たみたいでも興味深かったっすね、やっぱり身近な分そのスマホとかが、ね、うん、あなたもスマホに監視されてますよと、安村さんみたいだったっすね入ってますよの言い方だったっすね監視されてますよ、事実ですよっていうね、話でした、はい、いや楽しかった、なんかちょっと答えが出ないというか、まあそうだね、それだから、まあ、ともくんが言ったように、知ってたから危機覚えるっていうのもあるし、まあ、そうなのってなって動揺する気持ちもあるし、だからどうすればいいのかっていう答えが出、あ、分かった、あれだね、そういうこういうことがあるよって知ることによって、例えばマスコミが言ってることは嘘だなっていうことが、今までマスコミのことを 100% 信用してきてそんな人いないかもしれないけど、こういう事実があるよっていうことで、そのマスコミが言ってることっていうのは本当のことじゃないことも言うんだなっていうことが、気づく人もいるじゃない、それがもっと広まれば報道に対しての人々の考え方っていうのが変わってくると、まあ、そうすればあと自然とその政府の悪事とか、そのマスコミが報道するようになると、まあ、そして公平な世の中になるというか、の第一歩としてそういう意識を持つみたいなことなのかなって思います。いいまとめです。はい、はい、という、まあ、スノーデンが語る監視社会という、はい、今回はこんな感じです。授業みたいだった。なんか大学の受けたい講義みたいな久々に資料をいっぱい作りましたご苦労様です本当に、はい、という、はい、またね、皆さんの意見もコメントで聞かせてくれたらなって見たいですね、思います、はい、はい、今回は、力を込めて言いたいと思います、はい、この話もし自分だったら、ありがとうございました。ではまた後ほど。